はい、こんにちは。一級建築士で不動産コンサルティングマスターの楽寿の本橋です。今日はですね、2022年建築の知識、プロが教える注文住宅の設計図のチェックポイントをお話しします。コメントで設計図のチェックポイント知りたいっていうところのコメントいただいたので、あ、これは動画作んないとなっていう形で作ってみました。2022年度版の建築の知識とか不動産の知識、もう基礎的なとこからまたもう一度話していきたいと思っているので、まあ、聞きたいことがもし質問があれば下のコメントに入れていただければなと思います。まずは設計図ですね。設計図というと確認申請図っていうのが思い浮かばれると思うんです。大体そうですよね。設計図ちょっと見せてほしいっていうと、大体確認申請書をみんないそいそと出してくるんです。で、確認申請書この薄さです。この薄さ、本当に数枚しか設計図面ないんです。これ設計図って言えないんですよ、実は。で、これが長期有料住宅です。こんなに分厚いですと。こんなに分厚いんですよね。で、これも設計図としては全部ではないんですよね。で、現場で使うのが施工図というか、施工図。実際に作る図面がずらずらっと書いてある。で、これ全部合わせて設計図書になっていきます。全部合わせて設計図書になるので、確認申請書だけではちょっと厳しいんですよと。もっと言うと、例えば仕様書っていうのがあったりします。これは JBN の省令準対価の仕様書みたいなのがあったりとか、こんなのがどんどんついて、これが一つでまとまって設計図書になる。設計図の見方、知っておくべきことですね。住宅の設計図の種類、設計図面でのチェックポイント、失敗してしまう方の特徴、最後まとめになっていきます。まずは住宅図面の種類ですね。基本設計図、完成予想パース。これが多分皆様が一番見る、まあ、簡易的な設計図みたいな形なんですね。まあ、うちではだいたいマイホームデザイナーっていうのを使っているんですが、それのまあ上位バージョンなんですが、まあ、これでここ玄関こうですねとか決めていくんですよね。で、1階決まって2階ですね。これが平面図ですよね。まあ、これでも十分お客様の意図、作ってほしい住宅の意図とかが反映できるかなと思うんです。さらに、まあ、空間の把握をするために立体にしていくとさらに分かりやすくなってきますよね。それで皆さん多分こういう立体図を見て打ち合わせしてんじゃないかなと思うんですよね。こんな家になるんだって、中こうなってんだみたいな感じです。ただマイホームデザイナーって1万いくらかな、安いんですよね。で、最近特になんですけど、自分で書いてくる人がいるんです。で、これ何度も前から言ってるんですけど、自分で書かない方がいいです、図面は。プロにお願いを、イメージを伝えて、作った方が、より現実的になります。これ自分で作ると大体夢がいっぱい膨らんで、どんどん大きさも膨らんでいっちゃう傾向にあるので、逆に家作りを失敗しちゃうパターンになっちゃうんじゃないかなって私は思っています。依頼者の設計意図が、これで大体理解できますよね。でも、これでは分からないものがたくさんあるんです。性能や仕様が分かんないんですね。この簡単な平面図と立体図面で。なので、実際には契約後とかに実施設計っていう風になっていくんです。この実施設計が、確認申請書や長期有料住宅じゃない、この現場で使うような、実際に大工さんを見るような設計図面が実施設計図っていうところです。で、この実施設計図をしっかり見て、工事着工前に問題がないか自分たちでチェックできるポイントをチェックしていくっていうのが重要かなと思います。意匠図、構造図、設備図っていうのがあるんですが、ビルなど大規模だと分業で作っていくんですよね。だからもっと図面が増えます、実際。ただ、小規模の木造住宅だと、これを全部ひとまとめにした図面っていうのが多いです。設計図面でのチェックポイントです。空間把握、立体把握。先ほどのパースとかでだいたい立体把握ができるのかなとは思ってます。で、ここは重要です。性能の把握。これを完全に忘れちゃいます、皆さん。耐震は安心ですって営業が言ったから。冬暖かくて夏涼しいから大丈夫ですって営業に言われるのを鵜呑みにする。で、性能のことは何ももう頭に入らないっていう方が多いから。もしくは、この会社は大手だから当然性能いいんでしょって思ってる方もしっかりとそれ理解した方がいいです。あとは仕様の把握ですよね。あと設備関係。これは皆さん、キッチンやトイレとかを決めるのが家作りっていう感じなので、皆さん
この興味しかなくなっちゃいますよね。しよう、壁の色は何にしようかしらとか、設備何にしようか。重要なのはこの2つですよっていうと、空間把握、立体把握ですね。プロの設計士が最もがっかりする点、完成してお客様に言われる最もがっかりされる、する言葉です。それは、いや想像以上にいい家できました、ありがとうございましたって言われると、これ褒めていただいてると思うんです。ただし、まあ、設計者としてはできれば想像通りできましたっていうふうに言われるのが一番嬉しいですね。それは設計図を作って、まあ、空間を把握して、あ、こんな想像通りできたんですねって言っていただけるのが一番いいんですけど、こんなすごい家になっちゃったんですかっていうのは、我々設計者の、まあ、技量不足っていう、もうレッテルを貼られているようなもんだっていう形です。立体的なイメージ、平面図や立面図でもう作っていくんですけど、これ難しいんですよね。多分難しいと思うんです。実空間でメチハで測っていった方がいいです。今後やっていく方は、天井高 2.2 メーターっていうんだったら、メジャーで 2.2 メーターの位置があって、 これぐらいの天井高なんだなとか、 2.4 メーターだったら 2.4 メーターだなとかっていうのを測っていく。横幅、キッチンの幅とか、まあ、キッチンだったらショールーム行けば見れるとは思うんですけどね。まあ、最終的にはこんな VR みたいな、 VR ですごく仮想現実みたいなので理解できる時代が来るのかな。もう実際にやってる会社もあるとは思うんですよね。それぐらい空間把握に気を使うっていうところはあります。ポイントはそれでも平面小サイズなんです。で、平面図がありましたよね。基本平面図、設計図面っていうのが平面図だとすると、この平面小サイズです。平面図を詳細にする図面ですね。約倍ぐらいにする、50分の1スケールっていうんですけど、分かんないですよね。施工図にもなる、大工さんが実際見て、職人さんが見て作っていく図面になっていく。壁縁塗り寸法っていうのは、寸法って壁芯の寸法しか書いてないので、実際に壁内々でどれぐらいか分からないと思うので、単純に柱の大きさと壁の厚み、壁の厚みはもうだいたいプラスターボードっていうのは 12.5 ミリなので、両側で 12.5+12.5 で25ミリに、壁の厚み、壁の径で130になったりします。大事なのが換気の表記を探すということ。別の図面に換気の表記図面がある場合があるんですけれども、おおよそ平面小サイズに換気の表記があるんじゃないかなと思う。換気設備はこれから重要な設備です。どんな機種でどんな性能なのか把握するのに平面小サイズを見るっていう形になるんじゃないかなと。分からなければ設計者に聞いてください。これが平面小サイズっていう呼ばれるものです。こうやって柱の位置とか大きさとかもう全部載ってるんですよね。で、これはこの黒い三角マークはこれ耐力壁ですよみたいな、だから構造図も兼ねている。で、この赤い線はこれ照明でスイッチですよみたいな。で、コンセントがあったり、LANとかテレビとか、これは設備図も一緒に書いてありますよ。その中でこの青いやつがこれ換気設備なんですよね。トイレにあって、ホールにあって、玄関収納にある。それ以外はないと。それ以外に何があるかっていうと、吸気口っていうのがある。吸気口で、こういう場合は第三種換気のダクトタイプ、ルフロって言われるダクト換気ですね。第三種換気だから熱交換ではないですよみたいなとこですね。図面、平面小サイズはすごいいろんなものが書き込んであるので、これにあと天井伏せ図、もしくはここに CH2400 って書いてあると、天井高2400の LDK ですよみたいな感じで、もう立体の把握ができていくっていうところですね。難しいですかね。次が大事ですね。性能の把握です。高性能住宅とかっていう定義がないんです。主に重要なのは耐震と省エネ性能です。耐震性能は図面では分かんないんですよね。先ほどの筋交いの位置は分かるんですけど、耐震性能は図面だけでは分からないんです。計算しないと分からないんですね。住宅性能評価と長期有料住宅のみで耐震等級っていうのが評価されます。耐震等級って認定、耐震の認定はもう耐震等級しかないです。なのでこのどちらかを取りましょうというと、まあ、最近は住宅性能評価で長期有料住宅も認定取れるので、まあ、まずは住宅性能評価を取る。
構造計算書を見せてもらいましょうというところです。これは長期有料住宅の図面のほぼ大半が実は構造計算書なんですね。で、まあ長期有料住宅でも住宅性能評価だと壁量計算でできます。その壁量計算なのか構造計算なのかをしっかりと理解して設計を進めていってほしいんです、皆さんに。でこれ将来必ずっていうか必ずとやは言えないかもしれないですけど、4号特例という構造計算しなくていいよっていう特例はなくなっていく方向にあると思います。なので20年後構造計算ないのこの住宅になっちゃわない方が良いかなと思ってます。断熱性能は図面で確認できます。見るのは仕様書か仕上げ表に大体書いてあります。仕様書仕上げ表に書いてなければ金ばかり図っていう、これ金ばかり図って読むんですけれども、金ばかり図を見てください。金ばかり図ですね。断面を詳細にした図面です。平面詳細図っていうのは平面を詳細にした、断面詳細図でもいいと思うんです、名称は。でもなぜか金ばかり図って言うんですよね。これ最初読めないですよね。ない会社もありますか。まあ、その場合はなんでないんですかってちょっと聞いた方がいいですね。詳細の高さ寸法の明記がされます。大事なのは断熱仕様がここで見れます。どんな断熱でどんな厚みか 見れるので、まあ大概断熱どうですかって相談来た図面を見るのにはまず私は金ばかり図見ますよね。数値では分からなくていいです。断熱性能は設計者に聞いてください。必要なのは最低でもヒート20の G2 ぐらい欲しいよと、もうこれ以上欲しいですね。6地域でできればっていうか最低限 0.46、 この UH0.46 この言葉だけ覚えててください。できれば 0.3 ぐらいにした方が6地域ではね安心ですよと。これが金ばかりです。断面を本当に詳細にした図面なんですよね。そこにはこういうところ、断熱材は何を使う、防湿層はタイベックスマートを使うとかいろいろ書いてありますよね。こういう厚みとかどんな仕様っていうのが書いてあります。これは不可断熱にネオマホームとか重点断熱にグラスール使っていますよとか、この基礎断熱どういうふうになってますかとか、床断熱なんですか基礎断熱なんですかもう分かんない方が多いですよね。失敗してしまう方の特徴です。冬暖かい家です、夏涼しい家ですよ、うちはで納得しちゃう方ですね。地震にうち強いですからって言われて、まあ、勝手に地震に強いんだって思っちゃう方、これが失敗してしまう最大の特徴かな。要はいい人なんですよね、とてもいい方々を、まあ、騙すというわけではないんですけれども、逆に根拠をしっかりと示してもらうのは当然ですよね。物を買うことに対してこれが性能どれだけあるのかは根拠、じゃあ車を買うときにこれ速い車ですって言っても、じゃあどんだけ速いのかとかっていうのは馬力とかで出てきますよね。その数値が全然ないのに速い車っていうのは嘘だろうって言えますよね。なのでそこだけはどんな家、どんなに安心できる家でも聞いた方がいいんです。特に大手ハウスメーカーの方はなんだか知らないけど大手だから高いからこれはすごいいい家なんだって思ってるかもしれないんですけども、別に批判するわけではないんです。しっかりと根拠を見せてほしいって言ってくださいっていうところです。まず根拠をしっかりと把握すること。耐震性能は耐震等級でしか現在表せないです。それの、まあ、3以上当然なんですよねって言ったら、その根拠は耐震等級3の認定ですよっていうところです。温熱省エネ性能、断熱とかの空調関係とかですねはしっかりと確認して、換気扇は何を使っている、これ断熱性能だけではないですね、まあ、パッシブ性能って言ってどれだけ日射取得するとかっていうのも分かってくるとさらにいいかなと。数値です。先ほどのこれ何度も何度も言ってるんですけれども、なぜか信用してしまうんですかね。あったかい家、うちはあったかい家ですに信用されてしまうよりは数値を確かめてください。例えば6地域であれば、うちはあったかい家です、数値は 0.6 ですって言ったら、それはあんまり暖かくない家ですよと、できれば 0.34 以下ぐらいにしたいなって私は最近思ってます。 C 地は図面では出ません。なので
現場もしくは完成時に測定をして C 値が出てきます。 C 値1以下にしてくださいっていうのも言ってください。まとめです。住宅の設計図書はしょぼいんです。設計書図書自体しょぼいです。最悪この確認申請書図面だけっていうのは、まあ、今後ありえないです。少なくても長期有料住宅みたいな性能評価、性能表示をした設計図書があって、さらに施工図っていうのがあって、この中に大事なのが、プレカット図っていうものですね。プレカット図、プレカット図って木造だと実際に梁は柱がどういうところに配置されたか、まあ、構造図があればそれもそれで把握はできるんですが、さらにそれを実質的にしたのがプレカット図って、それや例えばこういうもの、これは仕様書ですね。 JBN の省令準対価の仕様書、特記仕様書っていうものだったり、こういう図面が一体になったのが本来の設計図書ですよっていうのも理解してください。なので契約前にお宅の家会社の設計図書ってどういうものなんですか、ちょっと例を見せてほしいんです聞くのが一番重要かなと思います。図面ではわからないこともたくさんあるんです。現実的には平面詳細図以上のものも情報を載せられない部分もあるので、よくわからないところはしっかりと聞くっていうことですね。断熱性能、気密性能をしっかりと把握してください。これだけは年々本当に大事になってきてます。なのでうち断熱性能どれぐらいなのって理解しないうちに契約はしないでほしいというと、耐震性能も非常に重要です。しっかりと把握してください。認定を取るっていうのが本当に大事だと思います。中古住宅になった時にこの認定書があるかないかってすごく重要になってきます。まあ正しく施工されてなければ意味はないんですけど、住宅性能評価、長期有料住宅、ベルスとか認定ものあります。まあ、まずは住宅性能評価を取れば、それの長期に対応していれば長期も取れます。まあ、それ以上、設置レベル以上のものを取るんだったらベルスみたいな認証もあります。中古売却時に本当に今後本当にです。価値に関わってきますから、こういう設計図書こんなにいっぱいいらないよ、誰も見ないよって思うかもしれないですが、売却時にこれが多分めちゃくちゃ重要になってきます。はい、今日は設計図面の見方ですかね。まあ難しいですよね、設計図面。私はずっと設計をやっているので当たり前のように思ってしまうんですが、皆さんは多分この線の集合体が何のことやらっていうのが分かんないんだなっていうのを、もうちょっと私も分かりやすく説明しながら家づくりをしていきたいなと思ってます。それでは今日はありがとうございました。